皆さん、プレートこんにちは、ナイステです。元気ですか？で、今回の動画はね、美味しい動画になると思うんですが、お寺でね、ご飯食べます。お寺の。すごく楽しみです。で、今はね、もう普通の服に着替えて、前回の動画見てない方はぜひ見てみてください。そこでね、私は着物を着ました。着物を着て、茶道、やらせていただきましたね。すごく楽しかったです。で、今からもうちょっとお腹空いて、ご飯食べに行きたいと思います。で、ご飯をね、今の奥さん作っていただいて、今からそこに、食べるところまで向かいます。 すごく楽しみです。じゃあ、リマ待って一緒に行きますね。そちらの2階建ての建物は、うちの宿坊です。宿坊。はい。一般的な、ね、宿坊イメージとはちょっと違うんですけどね、どちらかというと旅館に近いです。いいね。大浴場もあるのかな。大浴場はないけれども、お風呂とか、あと、シャワー室あります。すごい素敵。なんかデザインがいいね。いろいろ、うちの、義理の母とか妻が考えたデザインですすね。ごいセンスありますね。はい。お邪魔します。早速ジムの奥さんに宿坊を案内してもらいました。なんか便利ですね。泊まる人はこれ使ってもらえますので、お茶とかもあります。ちょっと自由散らかっにてつますけど、自由に飲んでください。泊まる人はこの部屋は、一つ部屋全部貸し切りですので、うちに食器があります。ちょっと開けるの大変ですけど、開けっぱなしでいいですから。すごい、食器もすごく綺麗ですね。食器もね、手作りです。お母さん。そうです。お母さん、本当に上手ですね。ものづくりが好きですね。キッチンも使えるし、みんなでパーティーするように、こうぐるっとアイランドキッチンですね。あと窓からも景色もね、綺麗ですね。そうですね。外でもね、ゆっくりすることできますでね。きますね。ウッドデッキがありますね。夏はそこでお茶飲んだり、ワイン飲んだり。いいんですね。松の部屋の寝室です。おお、すごい、おしゃれ。布団ですね。で、こっちが、昔ながらの、昔の建物の、こういう床柱とか使って、床の間ですね。でね、もし、こういう低いのが苦手な人は、ここ実はね、開けるとね、開けると？ここもベッドなんですよ。そうやって寝ることできます。一人だけですけど、そうですね。低いところでなんか床で寝寝るるのにが苦嫌な手人なは人もね、いますね。膝がしんどい人とか、あと外国人とかもね、外国多人とかね、ベッドもあるので、どっちか選んでください。すごい。で、テーブルもあっテーブルもて。ありますね。ワークスペースです。この入り口がまた見えるんですけど、この入り口にあるオブジェ、昔ああ、の、この木。そうそう、木4本立ててるんですが、昔ここに120年ぐらい前の建物が建ってて、潰す時にこあれれだけ残し残して、て、それで建ててもらいました。あとはここも実は、これもベッド、ダブルベッドになるんですけど、よかったら引き出し引き出し、でそきうますそね。う、ソファーベッドなので、もしね、人が多かったりしたら、ここでもこ寝これでるんです1ね。階だけで12345人はなれるかな。結構ユーネクストとか、ネットフリックスとか見にこもる人もいるんです、お寺だけで。なんか見れますかって言って、インターネットで。で、ここで特に文化体験いらないから、ずっと部屋にゆっくゆっり。くりしたい。コロナだから。そのまま上行きますか。行きましょうか。ちょっと寒いですけど。大丈夫で大す。丈夫ですか。上に。お、エレベーターもありまエすレベーか。ターもありすます。ごい。そうです。歩いた方が早いかも。どちらでも、道じゃあ歩きましょう行か。きますか。ただびっくりしただけ。じゃあ2階は2部屋あります。
竹の部屋と梅の部屋。じゃあ竹からどうぞ。はい。ここはエレベーターの上です。すごいな、そしておしゃれ。ここはさっきの下の部屋の半分ですね。あ、半分。でも4人は泊まれます。あ、多分そこはベッドがここはね、あの開けると、あ、隣の部屋と一緒になるんですよ。普段は閉めてますけど、もし大きなグループだと開けて、寝室2つですね、うん、ここもベッドになります。で、そこはこっちが寝室ですね。ここ布団は引いてないですけど、まあ、同じですね。うん、でも広いですね。下と、ね、さっきの寝室と同じで、うん、あ、確かに。なんかテーブルも、うん、一緒で、あとちょっと違うのが、あのここに竹をあしらってます。あ、なんかかっこいい。あとは向こう奥もあのベッド、同じようにベッドになります。で、畳はこれ、あの琉球畳って言って、琉球なんかあの四角い、四角い、そう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 、普通長いけど琉球って沖縄ってこと。沖縄の琉球の琉球畳って言うんですよ。こっちが、シャワー、シャワーと洗面とトイレです。うん、広いんですね。あ、キッチンもありますね。ミニキッチンがありますので、まあ、あの調理器具は下に揃ってるので、あのこういう、いろいろたくさん揃ってますね。揃ってますので、まあ、お茶飲んだり以外でも、すごく快適に、ね、時間過ごすことできますね。はい、で、前にあの学生さんたちが、あのいっぱいたくさんの子どもたちが来てくれて、うん、その時は一部屋にしたんですけど、隣の部屋、本当は外から回りますけど、うん、あの火をもしくっつけるとこのキッチングルームがね、じゃん、でじゃん、うわーすごい。あれ、なんか私のどこから流れてる。広いでしょ、こうなると。そうですね、めちゃくちゃ広い。ここもなので一部屋で使うか、こうそれぞれ仕切って、これ実は寝室ですね。なので映画見れるんです。そこで YouTube から、で開けると、まあ、あ、開けると綺麗な景色眺めることできます。はい、お寺とか。お庭今日ちょっと残念ですが、あの冬ですけど夏だと思った。夏、春夏は綺麗ですよ。まあ、4は並びますね。うーん、で、あの奥もあのベッドになります。テレビもありますね。テレビも一応あります。あれ、こっちの方は広い。あ、そうですね、確かに広いかもしれない。形が違います。あ、すごいおしゃれ。ここはトイレと洗面と、あとシャワー、シャワーです。それぞれ部屋があるので、ちょっと違いますね、デザインが。なんかもう本当にデザインのセンスがありますね。ぜひ遊びに来てください。いや、ここは本当に遊びたく、まあ、遊びに行きたくなりますね。ビーツがいます。ビーツ育ててます。はい、大きくなあれっていうことで、ね、いっぱいあの植えました。あの種、そう、種まいたらいっぱいできてね、あの持って帰ってもらってもいいぐらいで、一部植えました、元気なんだけで。まあ、お食事で出せるのはできるだけ、ね、お寺で育てた野菜とかオーガニック で出せるようにと思って、野菜をまた別のとこでも育ててます。あ、そうなんですか。はい、はい、ここはちょっとね、あの可愛らしくしてます。立てたところなので、うん、目隠しになってないですけど、ここにあの植物が張って、こう目隠しになるように設計されしました。じゃあ、皆さんもう昼ご飯、昼ご飯って昼ご飯ですね。はい、はい、昼ご飯もあの準備できて、あのジムの奥さん、あの直子さん、直子さんはあの作っていただいて、はじめまして、精進料理です。はい、じゃあ、 あの軽く自己紹介とか。あ、そうですね、ジーマの妻です。自身ですか。ジーマの妻です、直子です。40歳ちょっと前です。お寺で生まれて、お寺では働いてなかったですが、ジーマと一緒に5年前からお寺で働いております。うん、ここが宿坊ですが、ちょうど
今年の4月、今年って言ったらおかしいかな、今年でいいのかな、2021年の、あ、じゃあ今年ですね、今年ですね、4月にここが新しく立ちました。とても新しいんですね。そうですね、4月それで、お客様に出している今日は精進料理をナスちゃんにありがとうございます、はい、振る舞って、ね、お口に合うか分かりませんが、いや、なんかすごく全部美味しそうなので絶対口に合うと思います精進料理なので肉一切入ってません。あ、確かに聞いたことありますね、なんかお寺でなんかあの肉食べない、うん、そうですね、ベジタリアンです、ビーガンで、うん、ビーガンのレシピです、はい、で、普通のビーガンと違って玉ねぎとかね、にんにくとか、うん、そういうきついもの、うん、ネギとかね、そういうのもダメなんです、精進料理。あ、そうなんですか、それは知りませんでしたまろやかな、はい、そうです、ね、味で、うん、はい、いただきます。はい、なんかすごく全部美味しそうで、あ、この器は、はい、私の母親が陶芸教室をしてて、自分で作りました。そうですね、全部手作りの、あ、すごい、お皿です。そうですね、全部一部、このこういうお味噌汁のお椀以外は、うん、こういうこういう乗せているのもアレンジして、すごい上手ですね。普通は精進料理こんな、なんかあの赤い塗りのところにね、うん、あ、器に入れられているのが、まあ、トラディショナルなんですけど、ちょっと、まあ、モダンな、モダンなそうアレンジであの盛り付けてます。なんかあのさっきあの言葉言いましたね、ワーモーダン、ワーモーダン、そうです、ここ、そう、宿坊もワーモーダンで、はい、なんか宿坊もすごくあのスタイル良くて居心地良くて、なんかデザインのセンスがあるなと思いましたありがとうございますこだわりました母が、はい、うん、お召し上がりください、一緒にいただきます、いただきます左が、まあ、サラダですね、うん、サラダ、まあ、これはフルーツの柿です、フルムーンでこれシラエって分かりますか、シラエと、豆腐とか味噌とかを混ぜてるシラエ、ほうれん草とかあるんですが、今日はブロッコリーのシラエです。なるほど、シラエ、はい、初めて聞きました。そうですね、 白にあえるでシラエですね。で次2段目が左から白菜のおひたしですね、塩昆布と一緒にあえました。でこれもちょっと変わってますけど、蒸しかぼちゃのからしあえ、からし味噌ですね。でこれがごま豆腐、ごま豆腐食べたことないと思います。そうですね、ごま豆腐は、和歌山の高野山で作られているんですけど、だいたいこう精進料理にはありますね。豆腐にごまをたくさん練ってあるので、私大好きです。これはもうトラディショナルな精進料理ですね。楽しい、食べたことないのだ、はい、でこっち温かいのが、これがね大豆ミートです。肉に見えますが、椎茸の肉詰め風、あ、すごい、これ面白い、はい、椎茸の肉詰め風か、そうそういう名前、うん、と、かき揚げと、ご飯が、黒豆のおこわです。あと味噌汁とお漬物、なんか味噌汁も、そうですね、野菜たっぷり、野菜たっぷりですね、はい、うん、はい、じゃあどう、はい、はい、今日いただきます。説明もありがとうございます、はい、なんかすごいいろいろあって、どこから始めた方がいいか、ね、ちょっと思います。普段は朝ごはんなんですよ。ああ、あの宿坊に泊まった方に、うん、朝のお勤め体験ですね、大体あの瞑想とか、あ、よかったですか、うんうん、いいですか、ありがとうございます。瞑想体験してる間に朝ごはんこう準備して、うん、それで帰ってきたら朝ごはんっていう感じですね。朝の、まあ朝の6時半とかもし早かったら、お勤めが、ね、あ、お勤めが、それで帰ってきてご飯食べてもらう感じですね。うーん、いつも直子さん作ってますか、と母が一緒にあの分担して、なんか朝からこの2年たくさんのお料理作るのは大変そうですね。うん、まだ慣れてないのでね。うん、でも宿坊の奥さんとかみんな毎日ね、うん、やってると思うので、なんか美味しいんですよ。これって何ですか、うん、これね、ベビーリーフレタス、うん、あ、ベビーリーフレタスです。豆のサラダですね、うん、なんかゴーマドレッシングと合いますか、ナッツ、うん、ナッツが、うん、なんかすごく合います。和食はお好きですか、うん、ロシア料理より和食の方が好き、うん、
これは、ブロッコリーの白あえ。白あえ。うん。白あえ、そう、白あえ。白あえるで白あえです。それもなんか不思議で。うん。ま、白いってのは白いと読むじゃないですか。なぜか白。白になるんですよ。なんか白髪とかもそう。うん、あ、そうですね。白、うん、白すね、白い髪の毛、白髪ですね。なんでしょうね。初めてその言葉見たときに、うん、白髪、あ、白毛と呼びました。そうね、白毛。白髪なんですね、うんうん、いつも量がね分からないんですよ。ちょっとずつちっちゃいじゃないですか、うん、全部朝ごはんに少ないのかなと思ってるけど、そんなことないですね、で、うん、多いですね、結構全然多いですよね。ご飯もあるし、今初めて食べてるんですよこれ。あ、そうですか。そうそうそう、味見はしてますけど、こうセットでは、うん、セットメニューで初めて食べてて、結構多分お腹いっぱいになる、うん、お腹いっぱいになる。女性はね、あ、そうですね、男性の方が胃袋が大きいから。じゃあごま豆腐も食べてみます、うん、あ、初めて。よかったら醤油ですね、あのお刺身みたいな感じ、わさびとこう、お刺身みたいな感じ、そう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 、面白い、うん、食べ方が、まあ素朴な、素朴な味ですね、ごまの。豆腐とはちょっと違う、なんか魚食べてる感じがします。わさびと醤油だから。お寺では魚も食べないですか？本当は精進料理はダメですね。うーん、だしも普通和風のだしではカツオとか、あ、そうですね、ね、のだしですけど、カツオ節のだしですけど、精進だしっていうのは昆布と椎茸です。うん、お味噌汁とか今回もそう、精進だしなので、そのだしもね、かつおが美味しいんですけどね、うん、何でもかつおだし使ったら美味しいんですけど、かつおもお醤油は、まあ、お醤油じゃなくて、かつおもその精進じゃないので、うん、生き物なので。昆布は、昆布は海藻、うん、海藻はいいみたいですね。まあ野菜と一緒、仲間ですか、うんうん、でもなんか全然違和感というか感じませんでした。 うんうん、なんかあっさりして、あっさりしてる、そう、うん、でもなんかカツオの出汁入ってないと言われなければ、うん、分からないです。一緒ですよね、うん、なんか野菜いっぱい入れてるのでね、うんうん、あの椎茸がね苦手な人が多いんですよ。でも、うん、ちょっと変わってるでしょ椎茸って。うん、私は大好きです、うん、あ、本当ですか。私の、うん、日本人でも苦手な人たまにいるみたい。逆にあのベラルーシに住んだ時に、うん、椎茸が売ってたんですけど、なぜなんかよくわからない種類だったんですね。うん、うん、なんかロシア風のベラルーシ風の椎茸。椎茸。なんかあの名前はなんていうの？あ、名前も椎茸だったんですが、うん、味と香りが違う。全然違うみたい。これ椎茸じゃないなと思って、すごくあの普通の椎茸が足りなかったんですよ。うん、あ、椎茸食べたいなって。ロシアいる時ね、あのアプチカでね、うん、椎茸のなんか売ってましたよ、粉末パウダー、なんか体にいいのかな、お、サプリメントみたいな感じで椎茸って書いてあった。うーん、何だったんだろう、うん、なんか見たことないです。がんに効くって言われている、あ、薬じゃないけど、ビタミン C が多いから、あ、そうなのかな、椎茸、椎茸、そう、椎茸の粉末をどっかにかけるのかなって。もしかしてなんかスープにする？スープにするのかな。でも、うん、ね、ただ飲むだけかもしれない。うん、うん、美味しい。あ、それ肉、そう、肉にみたいでしょ。うん、これはね、豆ですね、バビー。なんか普通の肉みたいですね。そうそうそう。ひき肉。ひき肉みたいです。大豆ミートです。結構最近あの流行って日本でもベジタリアンフードが流行ってるので、昔はこんなん多分すぐ手に入らなかったけど手に入りやすくなりました、最近の流行りで。日本のロシアで、まあ、私の地元だったら、うん、結構前からあったんですけど、うん、でもその時はベジタリアンとかビーガンとか、うん、まあ、流行ってなかったから、え、なんでなんか大豆2個買わないといけないんですか、肉もあるのに。確かに何のためにですね。肉でいいやんって、肉も売ってるやんってね、うんうん、今は少しずつなんか考え方とか、考え方がね変わって、ね、日本は遅れてるって言いますけど、ロシアはどうですかね。ロシアでもまあベジタリアンとかいる、昔からいるけど流行りはないですよね、別に変わってない。なんか東海だったらちょっと流行りがありますね。あります、うん、私の地元みたいな小さな町だったら、うん、特に
まあ、変わらず変わらず、うんうん、まあでもたまにいるんだけど、うん、そういうビジテリアンの、うん、まあ、考え方を持ってる人がいますが、そこまで流行りはなくて、逆にその人に対してみんな、うん、なんでって食べたらいいのになって。日本はなんかね、うん、流行ってますね。なんか流行りで終わるのか、またどうなるのか、うん、あとビジタリアンだとなんか高いんですね、うん、普通の料理より。そうそう、またプラスオーガニックとかこだわると、うん、そうそうね、高いですね。ハミナさんも食べ終わりました。すごく美味しくて、ごちそうさまでした。いや、こっちのセリフですね。ごちそうさまでした。はい、すごく美味しかったです。ありがとうございます。初めてあの精進料理、精進料理、はい、食べてみてとても感動しました。あ、そうですか。なんかあの、まあ、一応肉食べる人なんですけど、でも今日ね、なんかたくさん野菜とか、うん、まあ、豆腐とか食べて、なんか肉なくても、まあ、なんか大丈夫、いけますか。大丈夫だなと思って。あ、そうですね、うん、すごく美味しくて、うん、ありがとうございます。で、大豆の肉も、もう本当に肉っぽくて、ひき肉食べてる感じがします。なんかこれはなんか肉じゃないと言われなければ 肉だなと思いました。大豆ミートで、ね、うんうん、すごく良かったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ね、今日あの本当はあの食べて、あ、泊まって次の日朝ごはんで召し上がっていただきたいんですけど、うん、忙しいのでまた ねゆっくり今度も泊まりに来て、そうそう、あのずっとテレビ見てこもっててもいいし、うん、修行した後にお坊さん体験して泊まってもらってもいいですし、うん、でいろいろ楽しみ方が、大阪に来て大阪観光してね、泊まって、うん、次の日あのお茶したりとか、そんなんでも楽しいかなと、うん、楽しそうです、うん、ちなみに予約ってどういう風に、あ、予約はねホームページがあるのと、うん、女願寺という名前で検索してもらったらあの予約できます、うん、はい、まあ、あとあの概要欄にねあのリンクを貼っておきますので、お願いします。はい、Airbnb でも、Airbnb、もしナスちゃんの紹介って言ってくれたらなんかサービスします。何しようかな、まだ考えてない。今ピンときたんで、なんかね、楽しみにしてください。はい、なんかプレゼント用意しておきます。やっと。はい、ぜひあのナスチャカラって言ってください。ナスチャカラ聞きましたよって、うん、でもなんかすごく居心地が良くて、うん、絶対のここに泊まるのはなんか楽しいと思います。あとアットホームの雰囲気があって、直子さんの料理もすごく美味しくて、ありがとうございます。ジーマもお迎えしますので、ロシア語興味ある方、ロシア語で全部、そうそうそう、ロシア語も完璧やと思うので、ロシア語の方が、ロシア語で案内もできますので、彼が、うん、はい、ぜひぜひ、はい、ということであの今日の動画はここまでになります。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた会いましょう。バイバイ。